女優の広瀬アリス28が21日放送の日本テレビアナザースカイ金曜あと11.00にゲスト出演し仕事に打ち込んでいた2年間の苦悩を告白した広瀬は同番組の MC を務め テイタ2019年4月から約2年間、仕事に熱心に取り組んでいたと語り、収録の開始直前までセリフを口にしていたという、彼女は本当に仕事してました。ここ数年、夢でもずっと仕事してましたと怒った。しかし、 その熱心さが招いた苦しみについては、広瀬が自ら口を開いて明かした。広瀬は多分悔しい思いをしてた時期がすごく長かった。それこそ、うち妹がいるんで、ずちゃーん。みたいな時期の時が、もうすごい辛くて。結局、 過食症になっちゃったりと明かし。過去に過食症に苦しんだことを告白した。昨年4月、休養宣言。初めて自分の意見を言ったと述べ。もう無理だと気持ちを打ち明け。ある日、本当にもうダメだ。 私はこれ以上やれないと感じた。その後、仕事に善行。気になりづらくなってしまったと振り返った。また、休養期間中については、お休みをいただいた後も何にもできなかった。家事もできず、ぼーっとしていた。しかし、 一度ラーメンを食べることにして、解禁してみたと語った。